長きにわたる全面戦争が終わったヒロアカ、その怒涛の展開、全面戦争は読者にヒロアカは終わる、もう終わると言わせてしまうほどの伏線回収祭り、ダビダンスを筆頭にルミリオン、ジーニスト、ギガントマキア、ワン・フォー・オール歴代継承者集結、爆豪のヒーロー名、ミスター・コンプレス、ホークスの過去、そして火の不始末などをこれでもかと見せつけた堀越先生は終章開幕を宣言しました。ウルスウルトラどうも小三治です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は未回収の伏線、終章開幕から物語のラストまでに回収されるであろう伏線、僕小三治がかなり注目している20個の伏線を紹介します。ジャンプ本誌までの内容も含むのでご注意ください。では早速いきましょう。一つ目は内通者、神の事件までオールフォーワンがタルタロスに投獄されるまでの間、梅干しに協力していた人物を指します。梅干しが脱獄した現在、内通者がまた行動するかもしれないし、しないかもしれない、その明確な伏線はないため様々な考察が乱立しています。一つ目はワン・フォー・オール、歴代継承者の2代目3代目なんやかんやでうやむやにされた人物、初代からワン・フォー・オールを継承した先代4代目篠森の発言から、ワン・フォー・オールという個性の正体は元から分かっていた可能性が高く、この辺りをしっかり回収するのが2代目と3代目だと考えています。3つ目は異能解放軍とデストロ、超常黎明期以降の個性抑圧社会、おそらくオール・フォー・ワンが作ったであろう現在の個性抑圧社会に対抗したんじゃないかと考えうる組織、オール・フォー・ワンが抑圧した個性を解放するために頑張った可能性がある異能解放軍、その最高指導者デストロ、彼の子孫リ・デストロの個性ストレスとデクが全面戦争で暴走した個性と似ている問題、異能解放軍のシンボルがネズミになっている理由など様々な疑問が残されている異能解放軍とデストロ。4つ目がホークスパパ、砲画の辛いやつで明かされたホークスの過去、ケイゴ君は交通事故から市民を助けるときになぜ泣いていたのか、ホークスパパはホークスのパパなのか、連続強盗殺人犯と窃盗犯の食い違い、なぜホークスパパはエンデバーに逮捕されたのか、これも疑問点が多すぎるため本当にホークスは自由になれたのかわからない状況があります。5つ目はハリマ王子、ミスターコンプレスの先祖、機体の盗っ人ハリマ王子、金持ちのヒーローもどきから金を盗み市民に金を配り世直しを訴えた人物、不正を暴く正義の血を持つ男が佐古敦弘、ミスターコンプレス、彼の所属先はヴィラン連合という面白さ、さらに異能解放軍のデストロ同様なぜ極悪犯罪者にされているのか大注目。6つ目はダビオリジン、火の不始末で轟トーヤの過去が判明しました。しかしトーヤはなぜダビになったのか、ここが全く分かんない。ダビは何者なのか、何者でもないのか、なぜステインの意思を継ぐのか、トス事件からなのか、もっと前からなのか、ダビも謎が謎を呼んでいます。7つ目はタルタロスの新キャラ、超楽しみ、オバホを助けた女性、個人的にはエリマモの可能性を期待していますが新キャラすぎて全く分かりません。8つ目は僕のためのヒーローアカデミア、これは僕が最高の魔王になるまでの物語、全ては僕のためにある、最高の魔王になりたいオールフォーワンが作り上げたであろう個性抑圧社会、ヒーローという職業すらも彼が作った存在かもしれない、なぜなら彼は最高の魔王になりたいから、全てはオールフォーワンの思い通りにことが進んでいるかもしれない、彼の側近も登場するかもしれない、終章になってようやく彼は動き始めた、物語の元凶オールフォーワン、彼が最高の物語を読者に見せてくれるでしょう。9つ目はエリちゃん、断りを壊す力、巻き戻す個性を有する少女、断り個性という世界の常識ルールをぶっ壊す、ブレイクスルー、個性を乗り越える存在、このエリちゃんが物語の最後のキーパーソンの一人になるでしょう。10個目は志村奈々の過去、ナンバーゼロオールマイトライジングで明かされた彼女の過去、異常な個性の数々を有する、梅干し前のオールフォーワンとセブンスの戦い、オールフォーワンは志村奈々に息子志村小太郎の将来の予定を告げていた可能性と、しがらきとむらオリジンにオールフォーワンがどこまで関与していたのか、最初から最後まで関与していたのかもしれない。11個目はミューテーション、本来個性は遺伝するというルールから逸脱した存在、現在作中に登場済みのミューテーションはエリちゃんの巻き戻す個性、トムラの崩壊、映画の9の気象操作、たったこの3名ですが、ナンバーハテナハテナハテナヴィラン連合アンダーカバーで突然変異に驚かないドクターガラキの姿がありました。そのためミューテーションは珍しくないのかもしれない、もしくはドクターとオールフォーワンはミューテーションを知り尽くしているのかもしれない、とは言ってもエリちゃんが断りを壊す以上、トムラの崩壊も同じくミューテーションが重要なのは自明ですが、全く詳細が分かっていないのに終章に突入した状況、おそらく今はヒーローの正義や偶像劇に注力する段階だと思うので、この辺りが一段落した瞬間、ミューテーションの話、個性の話が急展開されるんじゃないかなと考えています。
12個目はオーバーホール。最近タルタロスから新キャラのおかげで脱獄できたオバホー、彼はサオを殺したという大きな罪を背負うだけではなく、エリちゃんの巻き戻す個性の詳細を知る超重要人物。それゆえ歴代ヴィランの中でオールフォーワンの次に注目しています。楽しみ。13個目はルミリオン。最もナンバーワンに近い男、エンデバーすらも上回る強さを出し切る前に全面戦争は終わってしまった。サーの遺言、元気とユーモアのない社会に明るい未来はやってこないという伏線を最後の最後に回収するのはレクではなくサーの弟子のルミリオンなんじゃないかなと考えています。14個目はジェントル&ラブラバ。登場しないまま終章を迎えてしまいました。そうなると雄英高校のセキュリティ強化で再登場する可能性が高いと思います。15個目はヒーロー殺しステイン。オールマイトに浸水し英雄回帰を訴えた男、飯田君を粛清対象とした伏線やダビとの関係性などとんでもないキャラクターとしてヒロアカに帰ってまいりました。オバホと同じぐらい大注目なキャラとなります。僕小三治的にはステインをしっかり回収した後にオバホをしっかり展開する感じかなと予想したりしています。16個目は爆豪の映画の最後。映画第2弾ヒーローズライジングにてデクにワンフォーオールを譲渡された爆豪勝樹は、器こそ不完全だったもののワンフォーオールを完璧に使いこなし、巨大な爆発爆豪の今後の伸びしろを読者に見せてくれました。17個目は雄英高校。なぜ雄英高校はセキュリティが高いのか。国立雄英高校のトップ根津校長は人間にもてあそばれていたという伏線から黒幕なんじゃないかと噂されたりもしています。しかし校長はモノローグ心の中で内通者を探したり、オールマイトの過去回想でリカバリーガールやグラントリノと並び平和の象徴に寄り添った一人一匹でありワンフォーオール側なのは間違いありませんが、なぜオールマイトが学生の頃から何十年間も校長をしているのか、なぜ雄英高校は設立されたのか。ここは終章最終決戦の舞台、指定避難所となった雄英高校、物語の最終盤で回収されると思われます。またリカバリーガールとは一体何者なのか、かなり序盤から登場していますが全くわかんない。作中最強クラスの回復キャラがなぜ雄英高校に収まっているのか、このあたりも回収されると考えています。18個目は霧島くんの中学時代。高校デビューマン霧島英二郎、彼はギガントマキアを前に動けなかった過去がありましたが全面戦争で乗り越えました。しかし彼の憧れのヒーロークリムゾンライオットを含めてここの伏線回収は終章であと 1,2 回深掘りされると考えています。僕小三治的には高校デビューマンまで回収される瞬間を非常に見たいです。19個目は個性の起源。このヒロアカは普通の地球に個性が突然発現したという世界。この個性の起源は堀越先生が回収しようと思えば回収できるところですが、伏線は全て回収することがいい作品だと言えないという意見もあります。しかし堀越先生の答えが一番面白いのは間違いありません。最後の20個目は僕が最高のヒーローになるまでの物語。タイトル回収僕のヒーローアカデミア、平和の象徴という答えに限界があることが証明された神の事件。デクがどのような答えを出すのか、最強の伏線回収となります。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントを、皆さんが楽しみにしている伏線回収教えてください。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画お会いしましょう。戦争がバイバイ。